はいどうも、料理料理さん、リュウジです。僕外のロケ今日初めてなんですけども、はるばるやってきました。福島です。はい、僕のバズレシピにも欠かせないですね、美味しい食材があるということでですね、こちらですね、福島キューカンバーでございます。キュウリってね、やっぱりね、おつまみに吸わんですよね。味がつけやすいんですよね。だからいろんな食材、味噌にも合うし、マヨネーズとかも合うし、今回はですね、福島産の味噌で福島産のキュウリを食べる。うまっ、めちゃめちゃ美味しい、みずみずしいですねこんなうまいキュウリはね、久々に食べました。これこれすごいっすね、これね、これ何本のキュウリがあるんだろう。これ今は花州キュウリの生産量日本一だ。マジっすか。生まれて初めてこんなにキュウリがあるとこ見たんですよ。これはね、もうね、キュウリのパワースポットですよ、これね。これ年間でどれぐらいの量をやってるんですか。1万と500件ぐらいですやってるんですね、はい、数字がもう全部細かく出るんですね、これね。こういうの毎回毎回やってるから安全に食べられるんですね。すごいっすね。すごいですね、この長さがね。これ50メーター近い。50メーター近いんですね。はい、井戸がすごいですよ、これね。そうですね。これは素手で触ると痛いんで。こんなに出てるんですか。キュウリの場合だと朝と夕方と2回取るんですよ、1日。でないと大きくなりすぎちゃって、規格外になっちゃうんで。見て、これ水分がこっからじわっと溢れてるんですよ。うまそうだな、これ。こんなに水出るんですね、キュウリって切るとね。すごいな。はい、ということで収穫のところも見せていただいたんですけども、めちゃめちゃうまそうなキュウリたちが作っていただいたのはですね、奥様、はい、あと息子様も今日は来ていただいて、はい、じゃあおすすめは、ニンニク、はい、あ、キュウリのニンニク漬け、はい、あ、じゃあいただきます。めっちゃ美味しいです、これ。ニンニクの香りがすごく立ってて、味付けすごくあっさりしてて、いくらでもいけちゃいます、これ。あ、キュウリって美味しいな。もう再確認できましたね。これどれもなんですけど、ちょっとだけ砂糖入ってるんです。本当はお砂糖ちょっとの柔らかく、あ、そうなんですね、なるような感じはします、はい、これやろう、俺。めっちゃ美味しい、これ。まあ、後継者にキュウリの作り方、これを伝承して、まあ、できるだけ長くキュウリを生産してもらえるように。素晴らしいですね、はい、味を伝えていく、そうですね、美味しいキュウリの作り方を伝えていくってことですね、はい。これからですね、佐藤さんの作ったキュウリを使いましてですね、僕なりの最高に美味しいですね、キュウリ料理を作らせていただきますので、ご期待ください。